はい、どうもシャロンです。というわけで今回なんですけれども、恒例のねリモートポケカ対戦会を開催しまして、今回もね90人近くの参加をいただきましたので、そちらでね上位入賞したデッキの方を紹介させていただきたいと思います。シャロンチャンネルのメンバーシップではリモートポケカの対戦会だったりとか大会を開催したり、デッキ相談なんかが行われていたりとか、雑談なども盛り上がっていたりとかしていますので、興味ある方はぜひ概要欄の方からチェックお願いします。はい、というわけでね、今回入賞したデッキがこちらとなっています。キュレム VMAX が2名、パルキア裏工作が2名、ロストギラティナが2名、アルセウス裏工作が1名、白馬パルキアが1名、ロストレシラムが1名という結果になります。まあ、対戦会はね本当にいろいろなデッキを試している人が多いので、実際のねチャンピオンズリーグみたいな大会と比べると、まあ、上位入賞デッキはこんな感じでばらけてくるわけなんですけれども、まあでも順当に強いデッキが勝ち上がってきてるなという印象ですね。中でも白馬は個人的に今かなり注目していたので、来たかと思いましたね。またミュウがね、まあ、入賞していなかったというのもあるんですけれども、まあ、やっぱりねミュウはまあだいぶ前からいるデッキだから、対戦会とかだとね使わないっていう人も多いのかもしれないですね。さあ、それではね早速デッキレシピの方を見ていきたいと思います。まずはロストギラティナのアトモスさんのデッキですね。こちらがデッキの特徴としてはクロススイッチャーが4枚採用されているという点、そして神王神殿ネジキなんかも面白いカードですね。本人のコメント的にはクロススイッチャーと神王神殿がまあこだわりポイントということで、まあ、クロススイッチャーはねアクロマを使ったターンに裏のポケモンを取れるのがかなり強いと、まあ、やっぱりねアクロマを基本的に使っていかないとロストゾーン貯めることができないんで、序盤はねもうアクロマを打たざるを得ないんですけれども、そんな時もまあクロススイッチャーがあればウッウでね相手のまあ狙いたいポケモン、例えばジメレオンとかを狙って倒したりすることもできたりとか、それは強そうですよね。しかもまあ、キュアワーをね繰り返して使うことができる入れ替え札の1枚でもありますから、まあ、クロススイッチャー相性がいいカードではありますよね。神王神殿はレジギガスとか、まあ、ダブルターボ系のデッキには刺さるのはもちろんなんですけど、ウォッシュ水エネルギーの対策で入れてるというねコメントがありました。やっぱりねギラティナデッキはスターレクイエムをウォッシュ水エネルギーで止められてしまうみたいなことがあるとね結構しんどいんで、確かにね、まあ、今後今ギラティナがね増えていることを考えると、水系のデッキはウォッシュ水エネルギー採用するね可能性ありますし、まあ、キュレムとかはね結構入ってたりするので、まあ、それ考えると神王神殿で、まあ、対策の対策をするっていうのも、まあ、今後のねメタゲーム的にはかなりありだなと感じましたね。次がガルルさんのロストギラティナデッキですね。こちらはお気に入りのカードがねネジキとなっているみたいで、まあ、デッキレシピとしても基本的なねパーツっていうのはやっぱりもうテンプレがある程度出来上がってきてるとは思うんですが、まあ、ネジキがね採用されていることによって、もちろんねギラティナを復活させるっていうのは一つの強い動きですけれども、それ以外にもヤミラミとかカビゴンとかウだったりとか、いろいろなポケモンにね変えることができるんで、まあ、なかなか使いやすい1枚ということです。で、穴抜けの紐がねちょっと特徴的ですよね。基本的にやっぱり本人のコメントにもあったんですけれども、まあ、ポケモン入れ替えの方が正面のポケモンを攻撃できるので相性的にはいいんですけど、相手のねエンペルト V とかガラルマタドガスみたいなポケモン、特にエンペルト V はね結構流行してるので、まあ、そういうポケモンをどかしてあの花選びに入るっていうことができるようになるので、まあ、穴抜けの紐を入れざるを得ないみたいなところはあるみたいですね。次がですね、春巻さんのロストレシラムです。以前もねシャロンチャンネルのリモートポケカ杯の上位デッキとして紹介させていただいたこともあるんですが、その頃からねダンデを採用したというようなコメントをいただきました。まあ、レシラムデッキってね輝く月光牙がいないとやっぱりデッキをね回すのも大変ですし、まあ、月光手裏剣も強いしっていうところがあって、まあ、月光牙採用したいけど、そうするとね輝くルチャブレが入れられなくなるから、アメージングブレイズがこだわりベルト込みでもね300で、まあフレアシンボル入れても310で、まあミュー VMAX ね踊り鳥とか出されちゃうと倒せなくなっちゃうとかね、そういうことあるんですけど、まあ、そこをねダンデで補うみたいなことができるようになってるみたいですね。ロストレシラムはねやっぱり非ルールのデッキの中では、まあ、かなり強い方のデッキだと個人的にも思ってるんで、ポケモン V とかをね使わないデッキっていうのをね試してみたい人はかなりおすすめしたいデッキの一つになっております。
お次はですね、リグレイさんのターボ白馬パルキアとなっています。こちらがですね、まあ、6勝0敗だったというようなね、コメントをいただいてまして、デッキ構築としては、ターボパルキアにね、白馬が 2-2 で入っているっていうような感じの、まあ、デッキ構成という感じですかね。アタッカーは、まあ、白馬とパルキア以外にも、月光がスイクン、スターミー、そしてドラピオン、コーリッポと、めちゃくちゃいろんなね、ポケモンがいて、相手のデッキに合わせて、まあ、エネルギーが多くつくデッキだったらスターミーで殴るし、種ポケモンばっかりのデッキだったらコーリッポで殴るし、で、まあ、ミュウだったらドラピオンで戦ったりとか、で、まあ、高校1ターン目からスイクンで攻撃していく選択肢などもありつつ、 HP 高い V スターとかには大乱走をぶち込んでいくと、でまあスターポータルがそれを支えるみたいな感じでね、かなり強そうですね。でまあターボ型のやっぱりいいところは、本当にガンガンね隠し札とかでねドローしていくんで、まあ、メロンとかを結構打ちやすかったりするんで、まあメロンでもう大乱走を連打していくみたいなのが結構強いというようなお話も本人のコメントでありました。でね、まあ、さっきも話したウォッシュ水エネルギーがね採用されていることによって、 HP 高い VMAX がウォッシュ水エネルギーをつけることによってスターレクイエムを食らわないことができるというわけですね。で本人のコメントだと、ロストスイーパーは相手のお守りや雪道を割るために入れていて、マナフィーはもしかしたら抜いてもいいかもしれないというようなコメントもありました。白馬パルキアはね、裏工作で組んでもターボ型で組んでも今結構ねやっぱり V スターがもうすごく増えてきてる世の中になってきてるんで、まあ、かなりねありなんじゃないかなっていうような感じがね個人的にもしていたんで、ちょっとこれはね自分でも試してみたいなと思っています。お次はイカサマさんのアルセウス裏工作デッキですね。こちらも6勝0敗だったということでして、一応本人のコメントだと、まあ、全部ね先行を取れたということで、まあ、運もあったというようなコメントもあったんですが、まあ、デッキ構築としてはポイントはノコッチがね、まあ、今環境的にそんなに遠ポケモンにこう奇襲されるみたいなこともないから、まあ、いらないんじゃないかっていうところだったりとか、レジギガスとかはね弱点ついてくるけどそれは崩れたスタジアムとセイボリーでいけるよみたいなお話もありました。ヤマビコホーンがね採用されていて、まあ、トラッシュにいったシステムポケモンやアタッカーの部位を呼び出してベルトをつけて倒したりすることができるっていうのがポイントみたいですね。まあ、ヤマビコホーンといえば、まあ、チャンピオンズリーグ優勝したね大橋選手のアルセウス裏工作にね、まあ、入っていたんですけれども、最近はね結構採用されないことも増えてたというか、てかほぼほぼ見なかったね1枚だったんで、まあ、ここに来てねヤマビコホーンかというところはありますね。アルセウス裏工作は結構この輝くサーナイトで耐久するタイプと輝くリザードンで殴っていくタイプの今二分化されてるような印象ですけれども、このね雪道が2枚とかチェレンが2枚とか入っていて輝くサーナイトで耐久するタイプのアルセウス裏工作もまだまだねかなりやれそうなデッキですね。お次はですねキュレム VMAX の神崎ねねさんですね。こちらもね6勝0敗だったみたいで、デッキはねすごくね1積みのカードが多くて、パルキアラインが11、そしてエンペルトも1枚入っていて、チルタリスラインも11で入っていると、そしてガラルジグザグマも採用されていると。でトレーナーズなんですけれども、まあ、VIP パスがね4枚入っていて、回もね3枚入ってるんで、かなりね VIP パスをね1ターン目に打てる可能性は高そうですね。でボールがガーッと入っていて、ロストスイーパーがね最近やっぱりキュレム VMAX に入ってるんですけれども、回からね雪道を割れる選択肢になるんでね、結構回を主軸にしたキュレムデッキだったらロストスイーパー1枚は採用しどくな感じがしますね。で回収ネットが2枚入っていて、これが、まあ、ヤレユータンに使ってサルジエを使いますのはもちろんなんですけど、ガラルジグザグマをね使うこともできるっていうのが結構この回収ネット偉そうですよね。やっぱりキュレムって3ユネトラッシュで270になってしまうので、 V スターに対して10足りないがね発生しがちなポケモンなわけなんですけれども、まあ、それをねジグザグまで埋めることによってエネルギーをねコスパよく使っていけると。でまあハガクレポンチョなんかも入ってるんで、まあ、被弾してしまったキュレムはポンチョ貼ってポケモン入れ替えで裏に隠すみたいなこともできますし、サポートはねチルタリスが入っているんで1枚積みのカードでもねサーチして使ってくることができることから、まあ、キバナ、ツツジ、モミみたいなカードも採用されてますね。でロストシティは本人のコメントによると、やっぱりねキュレムはヒエク系のヒルール系のデッキが結構しんどいから、その対策として採用したということでしたね。でまあ、レジとかに、まあ、これのおかげで戦っていけるから、まあ、結構偉いというようなお話でした。次はですねキヨさんのキレム VMAX ですね。こちらはね、以前も紹介させていただいたタリンさんというねキレム VMAX のねデッキを使っていた方がいたんですけれども、そちらの考案のものを教えてもらって使ったということでした。こちらね特徴としてはネオラント、クロバット、ワタシラガの3種類のポケモンでデッキを回していくタイプになっていまして、ワタシラガとねネオラントはね地味に普通に技が使えることによってデッキに変えることができるっていうのもポイントという話をね前回させていただきました。こちらもねロストスイーパーがねしっかりと採用されてますね。
やっぱりこのキュレムはメロンと貝をこう軸にした感じの構築が、まあ、若干流行ってるんですかね。このねネオラントと私らがによって位置積みのねサポートカードもちゃんと使えるようになっているし、まあ、序盤でねトラッシュしてしまっても私らがで使い回せると。ボスの指令1枚っていうのも結構珍しいと思いますけれども、なんか切らざるを得ない場面とかっていうのは多分そんなにはね、まあ、サルジエとかで隠してあげたりとかもできると思うんでなさそうだし、まあ、私らがでね使い回すっていうこともできるから、まあこの枚数で十分という判断なんだと思います。やっぱりねハイパーボールからね動けるっていうのはデッキの安定感をねかなり高めてくれるんで、かなり回しやすそうなキュレムだと思います。お次がですね、串灘さんのパルキア裏工作ですね。こちらはデッキ構築はねかなりスタンダードではあるとは思うんですけれども、細かいところで言うとクイックボールとかねレベルボールとか結構3枚が流行りがちなところをしっかりと4枚採用していたりとか、ジメレオンもね大体の人が3枚なんですが4枚採用していたりすることによってこう基盤がねめちゃくちゃ安定するような形になってますね。まあ、その分クロススイッチャーとかは入ってないですし、不思議な飴とかも入ってないし、バトルビッパスも少ないというような感じですけど、まあ、本当になんかこう基本に忠実な感じのパルキアって感じですね。雪道2枚はいらなかったなという本人のコメントをいただいております。そして最後が綿菓子さんのパルキア裏工作ですね。こちらは、まあ、結構ね一般的な構築だとは思うんですけれども、不思議な飴クロススイッチャーキャプチャーエネルギー型っていう感じですかね。ただキバナとマリーが採用されているっていうのは、まあ、一つポイントかなと思いますね。キバナは入ってると月光手裏剣とかがね2回使いやすくなったりとかするっていうポイントもあったりするんで、他にもねパルキアがいない時にインテリオンにエネルギーがない時に攻撃できないターンを作れるっていう際にキバナが入ってるとその計算めちゃくちゃね崩せたりするんで、キバナ入ってないよなみたいなプレイをすることはね個人的にもねパルキアと戦ってる時多いんで、入ってるとすごい嫌ですね。マリーもすごい嫌、うん、この辺のサポートの選択肢っていうのは本当にパルキア難しいところですよね。はい、というわけでね今回はシャロンチャンネルメンバーシップリモートポケカ対戦会のね上位デッキを紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ正直ねロストアビスも出てだいぶ経ってるんでね、環境はもう固まってきたところではありますけれども、それでも、まあ、白馬とかねキュレムみたいなここまでねそこまで活躍してなかったデッキっていうのが今になってこう研究が進んできて煮詰められてきている、まあそんなね状況を楽しむのも結構いいと思います。正直白熱のアルカナで発表されているカード、ぶっちゃけねガチな観点で言うと大したことないカードが多いなと感じているので、まあ今のねこの環境を突き詰めていくと白熱のアルカナ出た後もスムーズにね勝てるんじゃないかなと思いますので、皆さんね日々鍛錬ということで考察一緒にしていきましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。